か、もっとなんかサーフに尖らせてもよかったと思う。だからそのただ違うだけで、なんだろう、立つ場所が堤防か分かってだけなんよ、ぶっちゃけ。このサーフフィッシングと、このショアジギングみたいなの違いって。だって海はどうせ繋がっとるからさ。ね。それこそ宮崎のオオニベとかもそうだけど、ああいうでかいやつ、強いやつもサーフに来たりとかするわけよ。だから、サーフと青物をごっちゃにしたいっていうのは、まあ、当然の話だし、ね。普通に考えたらね。けど、混合のフィールドって、それこそなんか地域限定になるし、やっぱり、なんていうのかな。大半の土地は入ってきても小型青物とかさ。まあ、中型、60ぐらいの青物が入ってきて、まあ、たまに数回、年に数回あるよね、みたいな。それ以外全部フラットフィッシュですが、みたいなことになるわけやねんか。だからもっとね、なんて言うんだろう、サーフに尖らせていいはずなんだけどね。だからコルトスナイパーとネッサの違いって結局ティップが柔らかいか柔らかくないかだけなんですよ。ヒラメ釣りっていうのは結局リーリング、薪の釣りだから、しかも、ティップで、ルアーをちょっとね、アクションさせたりとか、ティップをちょっと柔らかくするっていうのが、ヒラメマゴチロッドのチューニングなんだけど、ちょっとティップが柔らかいっていう。だから、MLM とかさ、ああいうなんか分離型のやつあるじゃないですか。穂先が ML で、バットが M とかさ、ね、MMH とかさ、ね。ああいうのとほぼ一緒なの。だったらもっとなんかしてほしかったな。ほってー。ほってー。確かに不意の青物はあるけど、じゃあその青物、そのでかい青物が寄ってくるフィールドやったら、そんなサーフ用のロッドじゃなくて、ショアジグ用のロッドをそもそも選びなさいよって話だし。